この事件には裏がある。そう思う事件は数多くありますが、これほどまでに強烈な異臭がする事件はそう多くないのではないでしょうか。本件には決して明かされることのない闇に包まれた真相があるのかないのか、多くは語りません。ご自身の目でお確かめください。ペッパーランチ強姦監禁事件。2007年5月9日午前1時頃、大手フードチェーンのペッパーランチ大阪心斎橋店に一人の20代女性客が来店しました。時間帯もあり、店内には客は彼女が一人。店員は店長の北山大輔当時25歳と店員の三宅正信当時25歳の2人。2人は閉店作業を装い、店のシャッターを下ろすと豹変しました。この女性に対しスタンガンを突きつけ、逃げたら殺すと脅迫します。無理やり大量の睡眠薬を飲ませ、 GPS から居場所の特定を防ぐ目的で携帯電話を破壊。その後、店舗から約40キロ離れた泉佐野市内にある貸しガレージまで車で連れ去り、拉致監禁の上乱暴し、現金約5万5千円を奪います。2人は翌日以降も彼女を強姦する予定で、彼女は全裸のまま拘束具でガレージに監禁されますが、同日午前9時半頃、北山と三宅の両名が出勤し、彼女が一人になった際に自力で脱出し、別のガレージ利用者に助けを求め保護に至ります。その後、被害届が出されたことで事件が発覚。被害届を受け、警察署員が店を訪れたところ、何食わぬ顔で勤務していた2人に対し任意同行を求め、聞き取り調査の結果、2人が犯行を認めたため1週間後の5月16日に逮捕されました。事件自体が凶悪な犯罪行為と言えますが、なぜ今日まで本件は裏がある、闇が深いと噂されるのか。それは本件を隠そうとするような不自然な動きや情報の少なさ、何かヤバい組織が関係しているのではと思えるような事実や噂が出てきているからです。しかし一方で、報道の遅れや情報の少なさは被害女性のプライバシーに配慮した結果だとも言われています。それではこれらの項目ごとに一つずつその審議について検討していきたいと思います。店長の北山はもともとペッパーランチの社員として働いていましたが、委託経営者になりたいと強く要請し、2007年3月に退社、4月からは委託経営者として心斎橋店を任されるようになりました。そして中学時代からの同級生だった三宅を誘い、2人はペッパーランチ心斎橋店で勤務することになります。事件が発生したのがそれから約1ヶ月後。その間、2人は睡眠薬やスタンガンを用意するなど非常に計画的なことがうかがえます。その手際の良さはまるで初犯ではないかのようであり、事件前の4月下旬には女をレイプしようと2人で相談していたことを供述しており、その手口の凶悪さから、北山には求刑10年に対しそれを上回る懲役12年、三宅には求刑通りの懲役10年が言い渡されました。本件に何か裏があるのではないかと噂される一番の理由として挙げられるのが、事件が発生してから報道されるまでに空白の時間があり、何かを隠すような動きがあったからです。事件が発生したのが5月9日。通常であれば本件のような凶悪事件はすぐに警察から発表があります。しかし本件が一般に報道されたのは1週間後の5月16日。しかもある新聞社がリークする形での公表となり、警察公式の記者発表はさらにその約2週間後の5月28日。かなりの時間が経過していました。またペッパーランチを運営するペッパーフードサービス社は、警察から5月10日から12日にかけてすでに事件の一部内容について伝えられているが、警察からの要請により公表しなかったことを明かしています。そして16日の事件報道後は一部の週刊誌を除き、5月末までマスメディアは本件について一切報道しませんでした。それだけではありません。報道時の2人は当時の姿ではなく、中学時代の卒業アルバムが使用され、事件発生直後にはなぜかペッパーランチが Google 検索で全くヒットしなくなり、犯人の名前についても事件発生前には約6万件がヒットしていたのが、事件以降は150件ほどに減少。本件関連の情報がネットで検索できない状況が続き、詳細を調べることが阻まれていました。そしてようやく警察が正式に本件を発表した翌々日の5月30日、犯人の2人が起訴されることになるのですが、これだけの計画性がありながらすぐに余罪なしと判断、本件に関する全ての捜査が終了します。事件発生から3週間余りで全ての捜査を完了すること自体、捜査期間としては短すぎます。さらに警察の許可のもと、事件発生の
翌日5月10日には店舗の看板が撤去され、また2人が逮捕された5月16日までに店内も完全に撤去されています。本来重大事件が発生した現場は証拠保存のために起訴されてから半年ほどはそのまま保存されます。まるで証拠を隠滅する何かを隠す動きだと言われてもおかしくはないです。そしてその考えを助長させるのが彼女の証言と本件直後に発生した不可解な人身事故です。彼女は犯人の人数について4人いたと証言し、他にも共犯者がいたとしています。さらに監禁された現場からは複数の女性の髪の毛や身分証明書、衣服などが発見されたとの噂。ただしこれは情報が交錯している可能性があります。信憑性の高い情報としては、監禁現場となったガレージから黄色いビニール袋が2点押収されており、1つの袋には彼女の洋服が、別の袋には彼女の保険証や通帳、カード類が多数残されていたという情報があります。カード類や保険証が複数人分見つかったのか、それとも彼女名義のものだけが見つかったのか、残念ながら肝心なところがはっきりしていないので、受け取り方によって解釈が変わってくると思います。しかし余罪があったのではないかと思わせる事件も出てきています。5月19日、2人が勤務していた店舗と彼女が監禁されていたガレージを結ぶ直線上の場所で、若い女性の頭蓋骨や胴体が見つかっています。遺体は死後半年から1年が経過し、身元は判明していません。彼女が証言した犯人の人数については、当時睡眠薬の効果で意識が混濁していたことや、北山がスタンガンで彼女を襲う際に、こういうことをするようにグループから言われた。他にも仲間がたくさんいると嘘をついて脅したという背景がありますが、その後ポリグラフや血液検査で、他に共犯者はいなかったと結論付けられています。ただしもし警察が何かを隠す意図があるのであれば、その限りではなく、また共犯者がいたとすればすでに消されているのかもしれません。5月18日午後11時半頃、本件が世に明らかになった2日後に、そう思わせる不可解な事故が発生しています。20歳から30歳の男性2人が自転車にくくりつけられた状態で肩を組みながら踏切内に侵入し、そのまま跳ねられ亡くなりました。なお2人の身元は判明していません。この2人が本件に関わっていたとしたら、北山が嘘だと証言した仲間がいるといった発言、彼女が証言した犯人は4人いたということとも辻褄が合ってきます。これまでのことから本件の真相として語られるストーリーがこうです。北山は店舗で好き勝手やるため、そして裏ビジネスをするために委託経営者となり、仲間である三宅に声をかけた。その1ヶ月後には行動に移し、この女性を逃がすつもりはなかったが逃げられて事件が発覚。しかしこの裏ビジネスの存在を表沙汰にするわけにはいかないため、これに関連する組織が関係者を抹殺し、警察や報道関連にも圧力をかけた。では一体この裏ビジネスとは何なのか。それは人身売買や臓器売買、果ては人肉を提供することだと噂されています。その話に信憑性をもたらす噂話が2つ。1つ目が、近隣にあるペッパーランチの他店舗で働いていた金時というお笑い芸人がクラブイベント中に、本件の被害者は3人いたという話を暴露したことです。残りの2人は今もなお見つかっていないという話をしました。クラブのイベントでネタにするにしては不謹慎すぎますし、これは事実ではないかと噂されますが、本人に事実確認をしても口を閉ざし、残念ながらこれ以上のことを話すことはなく、また彼は芸人を辞めてしまい、真偽については不明です。しかしこれを裏付けるかのような出来事も事実として上がってきています。被害に遭った彼女が連れて行かれたガレージ、ここは三宅が借りていたのですが、賃料を滞納していました。彼女が逃げ出す直前の朝、三宅は何食わぬ顔でこのガレージのオーナーへ約5ヶ月分の賃料を支払いに来ています。このお金は彼女から奪った5万5000円ではもちろん足りません。滞納するほど金銭に困窮していた三宅はどこからこの資金を調達したのでしょうか。そう考えると、ガレージから見つかったカード類や保険証など、やはり複数人分あったと考えられなくもないです。そしてもう一つが、本件発覚後、なぜか東京や福岡などの繁華街にあるペッパーランチ店舗6店が緊急閉店しています。どういうことか。それはこれらの店舗で同じようなことをしており、それが発覚するのを恐れ閉店したのではないかということです。これらの店舗の近辺では行方不明になる女性の数が多いということも信憑性をさらに上げている要因の一つです。さて、これまで本件に関する情報や様々な噂について取り上げてきましたが、それぞれの話を信じるか信じないかは皆さんの解釈に委ねさせていただきます。しかし最後に、昔からそういったことが行われていたのではないかと思わせる事件の話を紹介します。
尾上巫女さん失踪事件。6月5日午後11時30分頃、大阪市北区内にあるスナックの勤めを終え、同僚と近くのスナックで遊んでいた尾上さんはその後友人の車に同乗。午前3時50分頃、心斎橋アンデコールビル前北側の路上に駐車。エンジンをかけたまま尾上さんを助手席に残し、友人は近くのビルの飲食店にいる知人と連絡を取りに行きました。その30分後、車のあった場所に戻ると車ごと消えていました。彼女は免許を取得したばかりで運転歴はほとんどなし。そして翌朝、なんと福岡の博多港で車が海中に落ちるところを釣り人が目撃。ドアはいずれも閉まっていましたが、助手席の窓は開いており、車内には友人のセカンドバッグや彼女のものと思われるイヤリング1個があったはずですが、それらがなくなっていたそうです。そして彼女は2020年現在まで行方が分かっていません。彼女が姿を消した心斎橋アンデコールビル、ペッパーランチ大阪心斎橋店が入っていたビルです。果たして偶然なのか、それとも。本件は確かに納得できないところが多く、疑念が湧き起こるのも無理はないと思います。しかし関連するだろうとされる事件の数々は全て憶測の話であるとも言えます。いずれにしても真実は一つ。本件の犯人である北山と三宅はすでに釈放され、我々と同じ空間で生活しているはずですが、その後の情報は一切ありません。裏組織とやらが関係しているのであればすでに、そしてもしかしたら私もそのうち。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。